こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。お疲れ、お疲れです。お疲れ。お疲れ。お疲れ様。やっほー。待ってました。ありがとう。なんかメールがあとね、ちょっとあっちつ送ってるんだけどね、ちょっと届いてなくってね、ちょっと残念です。うる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 。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。やっほー。やっほーやっほー。笑顔。あ、ね、私これ昨日までだと思ってたのに、全然今日もできるんだね、このギフト。ね。違った。今日から新しいギフトじゃなかった。違った。ね、全然見てなかった。だーだ。10日までなのか。おうおう。なるほどね。そういうことか。じゃあ11日からか。なるほどなるほど。10日までだったね。こんばんは。こんばんは。もう少し待とうかな。こんばんは。こんばんは。じゃあ15分って言ったかな。15分しようかな。どうしようかな。どうしようかな。とこんばんは。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 みりんが7時15分をお知らせします。なんぞやなんぞやという方、そう、今日19時から始めますって予約もしてて、メールもしてるんだけど、ちょっと19時間に合わなさそうだなと思って、15分にしたんですよ。でね、メールも15分からにしますってメールしたけど、まだ届いてなくって、ごめんね。で、15分よりもなんか早く始められそうだったので、もう10分ぐらいに始めました。そう、一応ショールームの予約はそう15分にしてたの。ごめんね、そんな、なんか結局何時なんだよって
分かんなくって、あ、予約が変わってて気づいて、本当にありがとう、予約見てくれて。予約が一番リアルタイムで更新されるから、あれと思ったらちょっと一回ね予約見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。お手数ですが、あとあれだね、通知とか取ってくれてたら、あらあらあらってね、来れるのかな。ありがとうございます。ありがとうありがとう、うんうん、よかった。はい、ということで今日の配信はですね、とりあえず8時までします。8時までして、ちょっと一旦ねブログ書いたり配信を見たりアンケート答えたりいろいろちょっとしながら8時までして、一応9時ぐらいから始められたらいいなって思ってるんですけど、そう、9時ぐらいから配信します。1時間ぐらいの配信かなって思ってるから、そう、ちょっと一応配信でもなんかめっちゃ早く終わったらちょっと早めに配信するかもしれない。21時、次21時からです。21時前後ぐらいに思ってもらえたら嬉しいです。あとはちょっと通知取っといてもらえたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。そう、皆様の YouTube はね8時からです。そうなの、そうなんです、8時に終わります。よろしくお願いします。あ、9時までに夕飯済ませてくれ、あ、ぜひぜひ。でもね、9時からもそんな長くやんないかも。うん、別にかな、もう15分ぐらいで終わっちゃうかもしれない、30分ぐらいあるかもしれないし、1時間しないかな、明日も朝あるし、うん、って感じですね。そう、2部に分けての、あ、昼公演と夜公演、いやもう昼でもなんでもないけどね、はいですね。朝は寒くなったね、ね、本当に朝は寒くなったね。睡眠時間を優先に、ちょっとね、ありがとうありがとうありがとう、風に気をつけてね、みんなも気をつけて。あ、ラストワークだからおしなぎ、そうだね、ぜひ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 、そうだね、8時まで、あかりも8時までだっけなね、えイベントちゃん、私もちょっと星投げを、ね、微力だけど事実もなんだよね、星とかってこういうイベント。ね、いやわからないよね、でもなんか
勝してないとせっかく投げた星のポイントが加算されないです。だってだってだってそう大事だし、あとは意外となんか点差がついて諦めてたりしてもなんかラスト5分とかで何百ポイント何百万ポイントって結構ねなんか変わったりするからね、すごいよねイベントは。そう私はぜひなっちゃんもやってるからね、なっちゃんも今配信してるかなね。私はそう今日星もらっても何にもないので何にもないのでぜひ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 なぜひぜひです。本当にカウントでね、星投げカウント大切、星投げカウント STU もいつかあるかな、ショールーム選抜。 KB さんもこの間あったよね。STU なんかいつかありそうじゃない？でもどう思う？どう思う？そうだよね。なんか他の NTT さんもあったんだっけ。ねえ、またいろいろドラマが生まれますね。なっちゃんに送りましたよ。12時ぴったりに連絡しました。でもまだねツイートとかしてないからツイートしようかな。そうだ、この時間にこの時間にツイートしようかな。ちょっと写真探さないと。そしたらなっちゃんとのどれがいいかな、どれがいいかな。なんか最後に会った時の写真はなっちゃんのソロコン行った時の写真とかなんだけど、あこれあれだ、ピープルで探したらいいんだ。今時これで便利だよね。ピープルあった、なっちゃん。これいいな、これいいな。何がいいかな。何がいいかな。どうしよっかな、なっちゃんのね写真いっぱいあるんだけどね。どうしよっかな。なあゆみね、なあゆみのなあゆみのなんか
どれがいいかな。あ、6日連続配信中だって。すごい。明日もし配信ができたら1週間になっちゃう。びっくりびっくり。やった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 。何にしようかな。パチ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 、ありがとうございます。パチパチ、いいパチパチ、ありがとうございます。服が星に見える。お、見えます。これお花の柄なんです。お花の柄。何にしようかな、何にしようかな。ちゃんとの写真、何にしようかな。うーん、ゆっくり選ぼう。ちょっとゆっくり選ぼう。何枚か載せるパターンか。まだ時間はあります。そうだよね、そうだよね。これ岡田奈々生誕祭。え、みんな2022つけてる？つけてない？なあちゃんも。つけてない？ついてる？ついてる？ありがとう、教えてくれて。今日のマスカラいいな。今日のマスカラいいな。いいな。下まつげいいな。下まつげいい感じ。いいな。今日
今日はね、キャンメイクの茶色いマスカラなんですけど、いい感じ。これ好きなんですよ、この茶色のマスカラ。キャンメイクなんですけど、すごく好き。キャンメイク、キャンメイク、プチプラのちょっとね、お手軽なお値段の何百円とかで買えちゃうねえやつなんですけど、割とずっと使ってるかな。私まつげをギンギンに束感にしちゃうと二重幅がそんなにないので、なんかそう私の目にねあんまり合わないんですよね。だからちょっとね、なんかそんなに束感が出ない感じの、すごく伸びてすごくボリュームが出てじゃない方がなんかそうなの良いんですよ。自分のね顔に合う合わないあるからね、あんまりモリモリじゃないやつをそうグループの活動の時は使ってます。かといってなんかグループ、逆にグループの活動以外でなんかメイクすることあんまりないだけどそうだね、なんかもっと盛りたいなって時とかはあるけど、あんまりね盛りすぎるとグループの衣装に合わなかったりとか、雰囲気に合わなかったりするので、そうあんまり盛り盛りじゃない感じのいつも使ってます。そんな感じ。もり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 。すっぴんで外歩くことある？え、ありますあります。普通に逆に休みの日とかは外出る時でもメイクしないかな。仕事ないとかお仕事終わりでとか、よく私メイク落としてすっぴんでやってるとか、ショールもよくあるし、そうだね、つけてないことが多いかな。肌が休まる感じがする、ね、メイクするのもすごく好きだけどかな。メイクは最近は変えてないかも。ずっと同じやつ使ってるかな最近は。時間は短い、ああ割と短めかな。で短ければいい長ければいいわ、特にないんですけど、そうだね他の人と比べると結構短いかも。ちゃんとこだわりがねあったりとかするとね、こだわるからいいことだよね。どっちもいいこと。早かったらなんかちゃちゃっとするし、長くてもそれでね自分が満足できたらとってもいいことじゃないですか。しそれだけね丁寧にメイクしてるってことだからすごいいいこと。ね、全然変えてないな。あんまり最近新しいの買ってないかも。新しいメイク道具。髪型ってどうやって決めてるの？髪型はなんかやっぱり歌番組の時はストレートで下ろしを貫いてます。ずっと貫いてる。なかなかなんかね誰が見ても分かるこの人っていうんだったらいっぱい変えてもそれはそれで
素敵だけど、なんか自分はもっと、自分があんまり覚えてない人とかだったら髪型変えられるとちょっと分かんなくなっちゃったりするから、そう、私はちょっとストレートで覚えてもらえたらいいなと思って、あんまり変えてないんですね、歌番組の時は。逆にフェスだったりとか公演だったりとかの時はもう何にしようかなって感じです。あ、ノーウェーマンの時の髪型、ノーウェーマンはそうだね、ほぼほぼまとめ髪で ですね。なんかシングルによって割とあれかも、サステナブルも結構まとめ髪だし、そのノーウェーマンはポジション的にね、あんまりアップで抜かれないところだったので、し、そう、結構アップで、あ、ね、センターさんとかが3人抜けてスライドしたら、ミルさんの違う人のポジションに入った時とかはなんか映れたりするんですけど、じゃなかったらね、あんまり歌割りがなくって、そうだからね、なんか全体で見ても分かるようにずっとまとめ髪をしてました。ST は髪飾りは必ずつけるの？逆に髪飾りはない方ですよ、 STU は。 AKB さんはね、結構髪飾りがあったりイヤリングがあったりっていう衣装が多いんですけど、 STU はほぼほぼないですね。 MV でめっちゃ探して、そう、 MV はなんかストレートっていう縛りがあって、そうそう、MV はストレートヘアで踊ってます。でもね、なかなかちょっとレベル、難易度高いかも、私見つけるの。頑張って踊ってるんですけど、ぜひノーウェーマンもそう、選抜入らせてもらってるので、 AKB48 さんのノーウェーマンの MV 見たら、どこかにいます。でも一回見ただけじゃ、私がどこにいるって知らない人はちょっと分かりにくいかもしれないけど、頑張って踊ってます。ぜひ見つけてみてください。ですね。でもカノンにめっちゃ言われた、ノーウェーマンの時に、なんか引きで見た時にすごく、なんか一緒にいるし、なんかダンスの癖とか分かってるから、もうめっちゃ分かりやすいって、すぐ分かるって言ってた身長もあるし、嬉しいね、嬉しいね。すごいねーね、すごいね、本当にさすが、さすがてな感じで、ツイートしよっかな、なーちゃんおめでとうって。下岡田奈々。あ、これでも一回載せたことあるやつかもしれないわ。ツイートしまーす。ツイートします。ツイートしますよ。行きます。行きまーす。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、8。
なあちゃん呼びなのに敬語なのが、なあちゃん呼び頑張ってるって感じ。まあでも慣れたかな、もう1年ぐらいやってるから。いいね、オエル、ヒーロー、ちなゆず、サジ、コニョ、カーシー、クランベリー、リュウジ、8月コトロ、ミツキーマカレーパン、スギヤン、マサルン、アキオユッキン、キリア、リツイート、マサルン、ユバ、キムコ、イソケン、コーラ、ミエスク、アラマッキ、ジェクスト、イケボ、ハチケン、カープップ、ワタル、コージー、ラッキーセブン、ナオ、ノリヘクス、マッツン、モジ、ポンドレット、ショータ、ムちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ツイートして、あとはブログ書いて、アンケート出して。でもね、ちょっとアンケート出してないからね、アンケート出す前にブログを出す勇気はなくって、そうブログもマネージャーさんだから、そうだからアンケート書いて、アンケート書き終わりましたって提出してからブログを提出しようと思います。はい、そう、あともう一個ね、ちょっとやらないといけないことがあって、でもそう優先順位、いや、なんかブログはさ自己満じゃん、だけど自己満っていうか、そうだけどアンケートは今日提出してねって言われてるから、そう頑張ります。はい、アンケートっていうか、うん、アンケートか、原稿っていうか、そう、ハッシュタグなあゆみつけた、ハッシュタグなあゆみ、そうだね、とりあえず推しの配信見ながらカタカタ女になります。頑張って、頑張ろう。みんなは今日終わる、今日中にやらないといけないことは終わってるんですか？もう、もう終わってますか？まだ終わった、終わった、えらい、えらいよ、えらいよ。あ、死ぬことしながら見てる、え、めっちゃいいじゃん、ながら、ながらはいいよ。なんか配信見ながらとかだったらさ、この配信終わるまでに頑張ろうとかなるよね、とか早くこれ終わらせて配信に集中したいとかなるよね。もしまだ終わってないよって方は、私一旦8時に終わって、この配信次9時ぐらいからね配信始めるので、はい、配信してない時間に今日やらないといけないことはちゃちゃと終わらせましょう。頑張ってね、一緒に。ね、頑張りましょう。じゃあ8、1時間ぐらいやるかな、ね、でもその間にこの端末も充電して、充電して、
そう、今ねメールを書いたのにね、ちょっとたまにあるんだよね、メール書き終わってからね、なんかセキュリティにブロックされちゃう、セキュリティにブロックされちゃうあるある、私のセキュリティってね、セキュリティってこう人から自分を守るけど、時々自分も弾かれてるよねまあそれぐらいがちょうどいいのかなね、いろんなことをするにはね、そうだよね、難しいな、終わるかな1時間で、私ブログ書いてこれ終わってあれ終わらせて終わるかな、終わらせよう、頑張って終わらせよう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そしてみんなにもブログ更新しましたが今日言えるように、ちょっとブログの下書きも今しちゃおう、もうちょっとフライング配信しながらだけど、今週の夢、あ、今日発売の週刊プレイボーイ48、今週もの載せてもらってるみたいです。ぜひ、ごめんね告知できなかったけど、7日チェックします、ありがとう。9日、4、更新10日、買ってこなね、ありがとう。で、12日に土曜日だよね。12日土曜日は、あ、タワーが、いやん。トラッちゃんさん、ユミリンが一番だよ。おお、ありがとうございます。大好き。ありがとうございます。わしょわしょい。ありがとうございます。タワー。タワータワー。ありがとうございます。すごい、何日連続？昨日もなのに、一昨日もなのに。ありがとうございます。すごいいっぱい伝わってるよ。ありがとう。17時、17時から10日始める。
間違えた。え、昨日だっけ日曜日だよね。あの、土曜日だっけ、日曜日だよね。鉄道のさ、Z のやつ。で、昨日だよね。あ、日曜、ありがとう。私が言いたいことをすぐ理解してくれて、ありがとう。YouTube でかっこして YouTube かっこ Z 世代そうだ電車券17時だっけ。と何か告知、あ、めちゃお腹鳴っちゃってた。ドロ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 。まだかな、これ来週だし、18日。ああ、確かに確かに、かな。来週はね、お話し会あったり、TGC があったり、いろいろ告知が絶対できそうなものありますね。とともで、そう、でもまあ、あれはあれなので、あれはまだ言えませんよ。あれはまだ言えないからね。これはなんだろうな。こんな感じですね。はい、どうですか。めっちゃお腹鳴って、今日もお腹鳴る日だ。お腹鳴る日だ。あれね、そう、あれ、あれ昼までらしい。朝早いけど。あれ、そう、じゃないじゃ、もうすぐですね。そうだから、もうちょっとで終わります。8時に一応終わろうかな。ねえ、私もいっぱい嬉しいお知らせできるように頑張らなきゃ。まあいっぱいあるんだけどね、まだ言えないものがいっぱいなのに。あ、そう、そういえば今日は白湯を飲んでます。例のさ、コンビニで買える白湯、もうね、冷たくなっちゃって、常温の水なんだけど、これね、残念。白湯、そう、話題の
話題の。もうね、あったかくないの。残念。白湯ってね、そうそう、最近ね、発売されてて、そうそう。水っちゃ水、水っちゃ水なんだけど、水っちゃ水なんですけど、すごい。あかりの配信を見てる。あと1分だって。見たことのある名前の人がいっぱい。すごいすごい綺麗な虹が、虹が虹が。あ、でもタワー入んないんだっけ、タワー。おお、きぃ、タワーも反映される？タワーは反映されないって言ってた誰か。そんなことない、そんなことない。反映される、あ、反映されるのか。そっかそっか。終わった、イベント終わったって。お疲れ。あ、今回は反映されるみたい。あ、そうなの、教えてくれてありがとう。終わった、お疲れ、お疲れ。すごい、ダブルタワーがの演出がすごいすごい。ずっと猿が空中ブランコしてる、すごいわ。すごいわ。ねえ、もう、ね、ファンの皆さんもメンバーさんもね、ゆっくり休んでほしいですね。うんうん。あとはミラーボール待ち。あ、そっか、ミラーボールもすごい、いろんなのなんかすごいわ。あ、もう8時になりましたね。そして8時になったので、私は次は9時から配信したいと思います。ちょっと壇上読みます。よいしょよいしょ。13位ひじさん、ありがとうございます。12位ひろぴんさん、ありがとうございます。11位おいでまーせ元気さん、ありがとうございます。10位はるみんさん、たきねみこかみおし、ありがとうございます。9位くまねパパさん、ありがとうございます。8位スランプくんさん、ありがとうございます。7位すばるさん、ありがとうございます。6位けいさん、ありがとうございます。5位いそけんさん、ありがとうございます。4位けんじ部長さん、ありがとうございます。3位かさおきさん、ありがとうございます。2位バリーさん、ありがとうございます。1位トラさん、いつもゆりん応援ありがとうございます。どうもありがとうございました。ということで、皆さんまた9時頃に会いましょう。9時ちょっと早まるかもしれないし、9時に始まるかもしれないし、お互い頑張っていきましょう。それではまた、後ほど、ありがとうございました。バイバーイ。